YouTuber でありタレントのフワちゃんがタレントやす子に対する不適切な投稿について謝罪するため8日に自身の公式 X を更新しました。しかしその謝罪文が新たな波紋を呼んでいます。フワちゃんは謝罪文の中で操作を誤って実際に投稿してしまいましたと釈明しましたが、この説明が言い訳にしか聞こえないとして多くの X ユーザーから批判を受けています。謝罪文の中でフワちゃんは、投稿当時私はアンチコメントについて話していて、偶然目にしたやす子さんの投稿にこれにアンチコメントがつくならといった趣旨で本件の投稿の内容を記載し、その場にいた方に表示したスマートフォンを見せたところ、操作を誤って実際に投稿してしまいましたと説明。しかしこれがかえって事態を悪化させる結果となり、ネット上では謝罪文に言い訳は不要、余計なことを言って一気にイメージが悪くなったといった声が多数寄せられました。特に TBS 系プレバトで俳句査定を行う夏井いつき先生の写真とともにフワちゃんの謝罪文を批判する画像が広まり、この謝罪文は才能なしの予選敗退とまで言われる事態に。フワちゃんは謝罪文でアカウントを乗っ取られたわけでもなく、裏アカウントから載せようとしたわけでもないとも説明していますが、これもまた火に油を注ぐ結果となり、ネット上での批判は収まる気配がありません。フワちゃんはやす子さんと私の間に確執なども全くありませんと釈明し、問題を沈静化させようとしましたが、その努力は今のところ報われていないようです。今回の一件はフワちゃんのキャリアに大きな影響を与える可能性があり、今後の動向が注目されます。